これぐらいでいいですね。巨大な見えればね。このお家は20人ぐらいで作業してるんですけれども、今週末は37人のボランティアがいます。で、3カ所で今作業しているところです。今日は、床の下にあったヘドロを全部かき出してあげて、で家の周りもきれいにしてあげて、そしたら2階のものを下ろしていく作業をしてます。このお家は100年以上の歴史を持って、昔は、写真のスタジオだったもので、すごく古いお家で、もう宝物なんですよ。で、美しいものなんです。ですからなるべくキープできるところがあればそれを守っていきたいということで、だからとりあえずきれいに戻しますという。またこの家が再び生きるのかどうかも分かんないもんですかね。半分なくなったもんですから、はい、で自分なりに納得がいくように掃除したんですがね、はい、そうしましたナディアさんが見て、助かりました。地震の時から6回7回目ぐらい、石巻に来たんだけど、だんだん綺麗になって嬉しいって。私一人でもやったんですけども、どうしてもやはり限界がありますし、やはり今この震災でどっかの専門業者を頼んでもなかなか賃金的にも高いんで、ナディアさんにはもうこれで3回くらいもう入ってもらってるんですけども、もうここまでやってもらえるんであれば、もう本当にとにかく助かりました。はい、私港でここで生まれて48歳なんですけども、やはりどうしてもここに帰ってきたいんで、まあこの通り辺りもほとんどなくなってる状態ですけども、住めるんであればやっぱりどうしてもここに戻ってきたいっていうのがあるんで、これからもし帰ってこなかったらこの町死んじゃうんで、やはりまあここら辺の町内の若い人たちといろいろ話もするんですけど、やっぱり帰ってこようということで、今一生懸命みんなでなんとか頑張ってるっていう感じですね。